あれ？やばいやつ。サッカー選手のなんか。やばい。俺。この前さ、ファミレス行って、うん、まあ、ドリンクバーも注文して、うん、ドリンクバーコーナー。うんで、あのドリンクバーってコーラとかあのオレンジジュースとかが1台にあるあの機械あるでしょ、はいはい、3個ぐらいあってね3個ぐらいあって、うん、あれとなんかあの機械とは別に例えばなんかガストとかだと、うん、そのなんか裏で作ったやつを入れておく4つぐらいのあるじゃないですかあるねなんか透明の透明の見えるやつねそう見えるやつ、うん、でさまあその2パターンが大体あったりする、うん、あったかいやつが出るドリップコーヒーみたいなドリップコーヒーが出るパターンのはいはい、はいはいはいでまああのちょっと混んでて、うん、でなんか並んでたんですよ、うん、そのドリンクコーナーね一人そのコーラとか入れる、うん、赤色のマシン、まあ、機械、うん、あれで入れてたのね、うん、でその後ろに一人いて、うん、ちょバーンってやつそうバーンって押してやるやつ、うん、その後ろに一人いて、うん、で俺がその後ろだったの、うん、結構並んでんの？そう並んでて、うんうん、あんまないよねドリンクバーで並ぶって並結構混んでてジュース入れてる人が入れ終わったなと思ったら、はい、その俺の前に並んでる人がね、うん、行って、うん、そしたらなんかもともと空いてたそのコーヒーとか入れてる方に行ったのねはあそこに並ばなきゃいけないみたいなそうはいはいえなんでこいつ待ってたの？はい、いないっすかなんか無駄に待つ人みたいなもう一個あってあとなんかレジやっててでその後ろにちょっと自分並んでて、うん、で待ってたんですけどレジ終わった後になんか荷物とかそのレジ反対側というかねそのレジ終わった人が荷物入れてたんですよそれを見ても僕もう終わったなと思ってもうじゃあ俺の番だと思ってピーってやってくれるかなと思ったら店員さんが先の人が詰め終わるまでというかそのレジから離れるまで一切動かなくてレジの人がね俺の商品を一切ピッてやり始めてくれなくてあじゃあそこにお客さんが2人いる状態ってことか先にレジがもう終わった人がいて終わっていてでもぞもぞしてるみたいなもぞもぞしてるみたいな、うん、自分だけでもぞもぞしてる時間が、うん、だいたいおじいちゃんおばあちゃん多いよねそういうの大体多いじゃんこれとこれやってそこまでは言わないんですけどね、うん、それで今別に言った方がいいよそれはそれで、うん、で俺はそれ終わったなと思ったからで商品置くよね置きますよね、うん、でも一切その店員さんピッてやんない、うんそれを待ってんのそのもぞもぞを、うん、でそれもう俺の商品をピッてやり始めてよくないっていうなんでそこまで待ってんのっていうだからもうそういうゲームだよね無駄に待つ人彼彼女のその店員さんはねそういうゲームしてるじゃんゲームとなんかチキンレースチキンレースか分かんないけどそれは普通に単なる性格が悪いあそういうこと性格悪くない性格悪いかむちゃくちゃいいかねその前にいる人の方を気遣ってまだこの人の番なんでまだちょっとあなたの商品はピッてやれませんみたいな感じでむちゃくちゃだからそういう感じで優しいのかあるいは逆に底意地悪くてなんか俺の方をちょっとおちょくってるのかみたいなそのどっちかだと思うんですけど駅の近く超近くのコンビニだったら大クレーム起きるよそれ多分まあまあまあだからまあそこは駅の近くじゃないんだよねだよねだから多分自由にできるスタイルなんだよまあねいやもうなんでそんな待つのかなみたいなあとあのなんかいいっすかはい横断歩道はさ歩行者として青で、うん、結構距離あるんだけど、うん、その向こうから来る車が、うん、その俺を待ってんのよ俺の歩く速度で言うと、うん、別にその車先行けるんだけどねああなるほどね先にその左折かな、うん、向こうからしたらしてもう行けるんだけど、うん、なんかその俺が歩き切るまで待ってんのはいはいいや行っていいよみたいなわかるよでもその人は人生に多分急いでないのよ、うん、それをできるほどの余裕がある人ああまあそうね確かに、うん、余裕がないとさ突っ切るじゃんでもゆっくりそのスローライフをもう行ってるから別に大丈夫なのよそんな一人二人こう止まって譲っても、うんうん、別に大丈夫だしそういう心を持とうと思ってる人だと思うんだけど俺はそれでさそのすごいじゃん今日それでなんかその車があまり結構遠いのにその待ってるから、うん、横断歩道の中盤らへんに俺が来たぐらいの時に、うん、その勢いよく俺後ろ振り返ってでまた戻って、うん、でその車に対して「え俺?」みたいな
感じのことやったからね、俺。あ、俺は待ってるのみたいな。あ、いや、待たなくていいよ、みたいな。いや、もう、むちゃくちゃ俺性格悪いけど。え、性格悪いね、それね。後ろからなんか走ってる人がいるんですかみたいな。だからあなた待ってるんですか、あ、僕だけだったら別に行けますよねっていう風にこう。お前に問題があるんじゃねえかよ。あ、この3つとも俺に問題があるから。いや、わかんないけど、それだ、なんかそこ挑発する意味わかんなくない？あ、なんかそうしてくれたんだ、ありがとうございますっつって、あ、日本も捨てたもんじゃないなって行けばいいじゃん。え、俺、え、俺別に、え、え、みたいな。いや、頭のそれやってない。頭のそれやってない。これやってない、これ。やってない、これやってない。モザイクもかけてない。モザイクもかけてない。モザイクもかけてないってか、やったのかみたいになるけど。え？あ、だから。俺？やばいやつ。サッカー選手のなんか。やばい。俺、ファール。駆け引きね、駆け引きね。ファールした時の俺みたいな。それがなんか、でもそれ思ったのは、なんかその、あまりにも待つ、必要以上に、ま、待つ人がいるこの世界ってまず思ってて、うん、車、があったから、お前待ちすぎじゃねのその意識にすぐになっちゃってる、でやっちゃったのかもしれない。記憶はないかもしれない。そのちなみになんで記憶ねえんだよ。悪いことは全部自分に、悪いことは全部記憶飛ばすスタイルじゃん。なんか日本人って待つことにかなりこう優れてるらしいのよ。海外の人からするとこっちのラーメン屋めっちゃ行列で待ってる、だけど隣のラーメン屋めちゃくちゃ空いてる、じゃあなんでこっち行かないのって海外の人になるらしいんだよ。でも日本人はそういう美味しいもの、うん、味覚に優れてるのか分かんないけど、うん、こっちのラーメンが食べたいから並べるっていう、ま、なんかそういうのに慣れてるんだろうね、きっと。そういうこだわりは結構あるんですよ、ね、こだわり。うん、あとなんかエレベーターとかもさ、うん、まあ、俺がエレベーターにたどり着いて、エレベーター前にね、で先にもう待ってる人がいるんですけど、でそれエレベーターがついて、でドア開いて、その前、俺より前にいた人がなんかなかなか一歩踏み出せなくて、トロトロっとなんかこう向かっていく感じなんですよね、うん、いや早く行った方が良くないみたいな、なんでそんな遅いの、なんか絶妙、ずっと絶妙な距離感を保ってるし、だからただ単に周りが見えてない人っていう可能性もあるよね。あ、まあまあまあ、でそれを注意されてなくてそこまで来てしまった。お前も言ったけど、前も言ったんすね。前も言ったけど、悲しい人だ、悲しい人、寂しい人だみたいな。でそれもなんかそれはそれでなんか潰してる気がするけど、だからジムにそういう人いて、エレベーターの階を絶対に押さない人がいるの、うん、ああ、いるいるじゃん、うん、なんか他の人が押してくれるだろうみたいなこと。そうで、ずっとこうやって待ってんの。わかんねえよ。で待ってて、で俺わかんねえ、そんな何回のせいかわかんない、えっと思って、はい、とりあえず下に行けばいいのよ、もとりあえずね、はいはい、そのジム出て、うん、で俺この前した意地悪が、意地悪してるじゃん、意地悪した、意地悪、え、だって意味わかんないから普通に。一緒一緒それ多分。でなんかその何階か、車と一緒、そっから階段では降りれないのよ、そのジムからは。エレベーターでしか降りれなくて、はい、で俺乗るじゃん、乗ってその人入ってきたの、うん、で、あ、これ忘れたみたいな感じでこう出たら、うん、その人エレベーターでずっとこうやって何も押さないで、ずっと誰も入ってこないで、ずっとな、誰かが押さないかなみたいな、誰も入ってこないんだよ。え、怖っ、ってずっといた。怖っ。俺 2,3 回振り向いたけど、ってずっと真ん中でやってた。それアキさんにしか見えない人とかじゃなかった、大丈夫かな。大丈夫大丈夫、何回も見てる、みんな見てるな。お風呂入った後とかに、なんか何も触りたくない人っているじゃん。なかなか難儀だな。難儀だよね、こうやって。難儀ですね。で、ずっとエレベーターの中央にいたよ。確かめたかった。その人が押すのかを。押さなかった。まあ、でも、ああ、でもそこまでやっても押さないってことはもう、逆に芯が通ってる、ね。そうだね。人ですね。芯が通ってる人になりたいよね。いや、芯の通り方にもよりますよ。確かに、ね。それは。お互いね。お互いもそうだよね。